さんこんにちは、たかるみでございます。前回可愛くてごめんを歌わさせていただいた時にコメント欄でサンシャイン池崎さんぽいという言葉をいただいたので、中途の時にサンシャイン池崎さんになります。どういうこと？私が私なことを愛して何が悪いの、知ったでしょうか。痛いだとか変わってるとか届きませんね、そのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイ履いてお出かけしよう。日がさもってお家だって幸せだもん。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん。可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん、尊くてごめん、女子力高くてごめん、ムカついちゃうよねザッパー。可愛くてごめん、この時代生きてごめん、超絶食べたっててごめん、ラビン景色しちゃうよねごめん。笑いを愛し可愛くてごめん、いや自分磨きしてごめん、だれた男我こそはブリッコでごめん、ストリコにしちゃってごめん、ミカついちゃうでしょザンマ。皆さんこんにちは、たかるでございます。さて、ちょっとね、なんかいろいろと考えながら多分この動画を見ていただいたと思うんですけども、皆さんが思っていること、ズバリやってます。なぜなら僕も全く同じことを考えてるからです。どういうこと？前回ね、可愛くてごめんを歌ったんですよ。で、そしたら、サンシャイン池崎さんっぽいってコメントをしてくださる方が、ちょっといらっしゃいましたので、そうなんだと思って、で、前回ね、歌った時は、その1番から2番になって、すごいこう、叫ぶみたいな、ロックに歌ったので、まあ、その中のところが、イエーイっぽいのかなって思って、実際やってみよう！あ、ものは試しだっていうことでやったんですよ。でもこれね、レコーディングしてみて、これでいいのかと、こういうことですかみたいな、いやちょっとよく分かってないなみたいな感じでやってたんですけど、気づいちゃったんです。僕これね、これ言っちゃったら本当に元も子もないんですけど、多分ですけど声じゃなくて顔なんですよね、見てるの。そのザマーの顔、ザマーのこの顔がサンシャイン池崎さんのイエーイの時の顔とちょっと似てるんじゃないかっていうところで言うと、元も子もないね。楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。皆様からリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントよろしくお願いします。以上、たかるでございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最近めっちゃ寒いじゃん。でもなんかね、この服ね、半袖なんだけど、なんかね、元気出るよ。うわー！